Hi everyone! 謎のロシア人です。今日は高木さんのポケットストーブ、折りたたみ簡易コンロを手に入れたので開封レビューしていきたいと思います。材質は亜鉛メッキ銅板、重量約 100g。 この保護フィルム剥がすとき気持ちいいよね。メスティンやフライパン、シェラカップの簡易コンロとして使ってる。みんなは主に自動炊飯、メスティンで米を炊いてる人が多いよね。わお、かっこいい。すごいアルミがしっかりしてて、安い割には全然チャチくないよね。お、作りがしっかりしててかっちりだね。一瞬壊れるかと思った。一段階に広げた状態、奥行き 75mm、 高さ 55mm、 幅約 105mm。 主にシェラカップとか置いたらいいみたい。二段階の時にはカチカチ。ちょっと改めて撮って止めてやり直してみたんだけど、ちょっと壊れそうなぐらいカッチリしてるよね。その分しっかりしてて、置いて、カタカタなんないで水平だね。畳んだ時の状態は奥行き 75mm、 高さ 20mm、横幅約 97mm で、2段階に広げた時が 12cm から 20cm のものに使用したらいいみたい。主にメスティンやフライパンなど、奥行き 75mm、 高さ 55mm、 幅約 97mm。 今日は 6mm 鉄板を持ってたので、これで調理していこうと思います。サイコロステーキ、冷凍庫から出したまま使用しています。30g のものを使用します。牛脂、鉄板が結構重たいので、調理してる最中に滑り落ちないように注意したいと思います。クロススパイス、インターネットでおなじみのバーベキューに万能調味料スパイス。バーベキューでみんな使ってるよね。こんな感じ。もう一個は南の極み、天然塩。オーストラリアから来てる美味しいお塩。ポテ油が落ちた。こんな感じの塩です。炙るから落ちてももう一回大丈夫。いい油。
ヤッホー、うん、肉の湯気がたまりません。やっぱ6ミリ鉄板、完璧に熱くなるまでジュー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 焼けるのがちょっと難しい。この固形燃料のサイズだと8個焼くのが限界かな。うまそうな音を聞いてみて。だいたい 30g の固形燃料で3回ほど焼けました。うまそうでしょう。感じの焼け目がついてきたぜ。落ちても大丈夫。8個でご飯2杯はいけます。もはや見てるだけで白飯が食べれるぐらいの勢いだね。ではいただきます。うまかった。少々絵でお楽しみください。クロセスパイスをフリフリしてます。焼肉に最高のスパイスだね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、バッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。